ロジャーレ・レアンドロ・セデーニョは、ベネズエラ・カラボボ州バレンシア出身の元プロ野球選手、ウト・リョーダ。プロ野球選手のヤンガービス・ソラーテは、老いにあたる。1991年にロサンゼルス・ドジャースと契約し、プロ入り。4年間のマイナー生活を経て1995年6月20日のセントルイス・カージナルス戦でメジャーデビュー。ドジャース時代は、 同じ俊速外野手のブレッド・バトラーの後継者として期待されたが、レギュラー獲得はならなかった。1998年12月1日に、トット・ハンドリーとのトレードで、ニューヨーク・メッツへ移籍した。1999年はレギュラーを獲得し、同僚のリッキー・ヘンダーソンから技術を学んで打率。313.66盗ルを記録するなど、飛躍の年となった。 1999年12月23日に、マイク・ハンプトン、デレク・ベルトのトレードで、オクタビオ・ドーテル、カイル・ケッセルと共にヒューストン・アストロズへ移籍した。2000年は、故障に泣き、25投塁に止まった。2000年12月11日に、ダグ・ブロケール、ネルソン・クルーズ、ブラッド・オースマスとの3対3のトレードで、クリス・ホルト、ミッチ・メルスキーと共にデトロイト・タイガースへ移籍。 2001年は打率。293リーグ2位の55盗塁を記録して、盗塁王争いを演じていたが、シーズン終盤に、フィルガーナー監督との口論が原因で、出番が激減し、タイトルを一個差で一郎にさらわれた。FA となったオフの2001年12月13日に、フルスメッツへ4年契約で復帰。だが、2002年は、 公ともに制裁を書いて期待された盗塁も25個に終わる。また、試合直前のベンチ内でロベルト・アロマーと掴み合いをするといった失態もあった。翌2003年もレギュラーとして出場するも前年をさらに下回る成績に終始した。2004年4月4日にクリス・ウィジャー、ウィルソン・デルガドとのトレードでカージナルスへ移籍した。同年は控えだったが、 リーグ優勝のビシュとワールドシリーズの大舞台を初めて経験した。2005年6月に解雇された後は所属球団がない状態だったが、2006年11月22日にボルチモアオリオールズとマイナー契約を結ぶ。しかし、翌春のスプリングトレーニングには太って現れ、2007年3月23日に解雇され、その後引退した。最大の武器は、 瞬速で1999年に66盗塁、2001年には55盗塁してタイトルを争った。打撃は積極性がある反面、出塁率が低かった。ありがとうございます。